上空より撮影したスプリングマイナス8、サイト前傾スプリングマイナス8蓄積リング胸及び、ソクラスプリングマイナス8の蓄積リング胸、内部に、円形加速器、各種ビームライン及び実験設備がある。中央の小山は蓄積リングに囲まれた、三原立山。地図スプリングマイナス8は、兵庫県作用群作用町コート1丁目1番1号。 ハリマ科学公園と市内に位置する大型放射光施設。電子を加速、貯蔵するための加速器群と発生した放射光を利用するための実験施設及び各種付属施設からなる。名前の8は電子の最大加速エネルギーである8ジェブにちなんで付けられた輝度、エネルギー、指向性などの点で 世界最高クラスの放射光を発生させることができる。エネルギーが数ケブから100ケブ程度の X 線領域の光を中心に利用されるが、よりエネルギーの低い赤外線を発生させることも可能である。またレーザービームを逆コンプトに散乱させることによって最大2.4ジェブの単色ガンマ線を作り出すこともできる。1991年から日本原子力研究所と 理科学研究所が共同で建設を開始し、1997年10月から供用を開始した。両研究所が高規度高科学研究センターに施設の運転、管理を委託。整備費は1、319億円。所在地は兵庫県作用郡作用町高と1丁目1番1号。なお、敷地の一部は赤郡上郡里町と辰野市新宮町にまたがっており、 ハリマ科学公園都市の一角に位置する。一般見学については、放射光普及棟の展示室や一部の外部施設のビームラインなどは随時見学可能であるが、内部の実験設備や加速機などを見るためには、例年4月頃に行われる一般公開に参加する必要がある。敷地内には、スプリングマイナス8とビーム光源を共有し、ナノテクノロジー研究開発などに使用される。 中型放射光施設、ニュースバルがある。また、実験設備の一部をスプリングマイナス8と共用する、X 線自由電子レーザー施設が2012年により、共用運転を開始している。スプリングマイナス8施設内中央制御室、ビームライン番号の後の略号は、以下のように挿入光源や光の種類を表す。B1、B2、変更電磁石、周、X 線、 アンジュレータ、SU、ナウ線、アンジュレータ、W、ウィグラー、IR、赤外光、レップ、レーザー電子光、クシュー、長尺 X 線、アンジュレータ、LSU、長尺ナン X 線、アンジュレータ、SS、直線部国内の各大学及び利権や原権による、学術利用だけでなく、製薬会社、製鉄会社など、30社以上の産業利用や、 海外の研究機関の利用もあり、専用のビームラインが設けられている場合もある。2008年度には、今まで他社と共同で、ビームラインを利用していた、トヨタ自動車が、単独企業としては初めて専用のビームラインの、新設に着手する。1998年の和歌山、毒物カレー事件では、使用された毒物の蘇生を調べるためにスプリングマイナス8が使用された。アヒさんに含まれる。 特定の不純物元素の量を比較して移動識別が行われたが、このための10元素不純物の検出にスプリングマイナス8の性能が必要とされたためである。2008年の映画、神様のパズルでは施設内が撮影に使用されている。ありがとうございます。